はい、こんにちは、ブルーホースです。今日は幸せについてお話をしていきます。まあ、人がですね、幸せに感じるポイントっていうのは一体どこなのかっていうのを見つけていくための、そんな話をしていきます。これで、まあ、メタ認知と呼ばれるものではあるんですけれども、ポジティブ心理学の中に、まあ、ペルマっていうね、考え方があるんですよね。はい、まあ、パーマでしたね、失礼しました。で、PERMA というそれぞれのアルファベットの頭文字を取ってるんですけれども、まあ、ポジティブエモーションでポジティブ感情というもので、ネガティブな感情に対して前向きな感情の割合が多いということですね。だから日常生活を過ごしている中で3割ネガティブなことを考えてしまうけど、7割はポジティブなことを考えるという、まあ、そんなところです。で、それから Eに関してはエンゲージメント、没頭するっていうことですね。何かに集中して取り込む力というところです。で、それから R はリレーションシップスですね。関係性、他人との良好な関係性が取れている、家族とか友人とか職場の仲間とか、そういったところです。それから M はミーニング、意味ですね。人生を生きている中で、なんで生きているのかっていうその意味を何らか見出しているというものです。それから Aに関してはアコンプリシメントですね、達成ということで、これについてはその目標に対して大きいとか小さいとかっていうものに関係なくて目標を達成していくというものです。で、この PERMA、 ペルマの多分パーマだと思うんですけどね、読み方知らないのかってところなんですけど、まあ、そのバランスがいいと人生の満足度も高いなんていうふうに言われてるんですよね。じゃあこれって皆さんの生活を過ごしている中、学校生活とか仕事とか私生活とか過ごしている中で、実際このバランスってどうなのっていうところでいくと、まあ、その満たされているかどうかっていうのって、実は質問に答えれば測れるっていうものがあるんですよ。うん。で、質問ごとに0点から10点で点数をつけてもらって、で、0はその質問に対して全くないとかひどい、で、それから10点満点がいつもとか最高とかっていう意味でつけてもらったら OK です。で、それぞれつけているアルファベットに関しては、このパーマの頭文字で一部違うものがあって、H と N っていうのが、まあ、質問見てたら分かってるんですけど、ヘルスとネガティブエモーションに関するものです。で、それぞれのパーマプラス H と N の合計点を足していったときに、その合計点からH 分とか N 分とかっていうのを割り算してもらった時に出る平均値があなたの満たされている部分ですよっていう話なんですね。じゃあ質問を今からやっていきますんで、ぜひ紙と鉛筆をご用意いただいて、で、それぞれ質問に回答してもらえたらと思います。で、点数に関しては考え込んで2点いや、ここは3点っていう風につけるんじゃなくって、3点、7点、0点、10点っていう感じで、もう感覚的につけてもらえれば OK です。では早速質問やっていきましょう。ダダン、結構多いですよ。23問なんでね。1番、これは A なのでアコンプリシメントに関してですね。自分が立てた目標を達成するために、前に進んでいる感覚がどれだけあるか。2番、E、自分がやっていることにのめり込むことがどれくらいあるか。3番、B、いつもの暮らしでどれくらい喜びを感じているか。4番 N、 いつもの暮らしでどれくらい不安を感じているか。5番 A、 自分で決めた目標をどれくらい達成できているか。6 H、 あなたは自分の健康状態をどう思うか。今ので OK です。今の健康状態ね。7番 M、 どれくらい目的と意味のある人生を送っていると思うか。 8R、 どのくらい周囲からサポートを受けていると思うか。 M、 自分の人生でやっていることにどれだけの意味や価値を感じているか。10E、 いつもの暮らしでどれくらい興奮や好奇心を感じているか。11番 N、 いつもの暮らしでどれくらい孤独を感じることがあるか。12H、
どれくらい今の健康状態に満足しているか。13P、いつもの暮らしでどれくらいポジティブな気分になるか。14、いつもの暮らしでどれくらい怒りを感じるか。15A、自分の義務や責務をどれくらい果たせているか、仕事に対してとか家族に対してとか学校に対してですね。 16N、 いつもの暮らしでどれくらい悲しみを感じているか。 17E、 楽しすぎて時間を忘れるような経験がどれくらいあるか。18H、 同じくらいの年齢で同じ性別の人と比べて自分の健康状態はどうか。違う生物と比べるなっていう話ですよね。失礼しました。 19R、 愛されてるなと思うことはどれくらいあるか。 20M、 自分の人生がゴールに向かって進んでいるという感覚はどれくらいあるか。 21R、 自分の人間関係にどれだけ満足しているか。 22P、 いつもの暮らしでどれくらい満足を感じているか。最後 23P、 人生全体であなたはどれだけ幸福ですか。はい、回答お疲れ様でございました。各アルファベットごとに合計してもらいます。パーマプラス H と N のそれぞれの P 同士、 E 同士、 M 同士っていう状態で、合計をしていってください。で、各アルファベット P がちょっと何個あったか忘れて、例えば3個だったとして合計点が21だったら 21÷3 で7みたいな形で全ての採点をして各平均値を出してみてください。で、ちなみに、まあ、これで単純な指数演算なんですぐに答えパッと出ると思うんですけれども、各平均点が例えば何点以下、3点以下だったらやばいとか7点以下だったらやばいとかっていうのは特にはないので、そこはご安心ください。ただし実際に実験で取ったデータがあるんです。参加者の人に同じ質問に答えてもらって一体どうだったかっていうのを取ったデータがあるので、その平均値を超えているかどうかっていうので一応、まあ、いいか悪いかっていうのを測ることはできるかもということなので、それぞれポジティブ感情 P は 6.69、 まあ7だったら OK ですね。没頭感 7.25 で、関係性 6.9、 意味 7.06、 達成 7.21、ネガティブ感情 4.46、 健康 6.94 というところなので、まあ、これらの平均値を超えていれば、まあ、比較的人生に対しての満足度は高い方なんじゃないかなっていうことが言えるということです。で、全ての10点満点を目指すっていうのが当然理想ではあるんですよ。あ、ネガティブ感情は除いてください。ネガティブ感情10点満点はわけわかんないんでね、ここはゼロを目指しましょう。で、ただしまとめてパーマプラス H ヘルスを追いかけてしまうと、もう逆効果になることもあるんですよ。もうあれも満足させて、これも満足させて頑張るんですけど、結局どれもこれもが中途半端になっちゃうっていうケースが多いので、まずは P、ね、ポジティブエモーションだけ頑張ろうとか、 A、 アコンプリッシュメントだけ頑張ろうみたいな形で、このポイントの満足値を上げようという方に決めて、自分ができることっていうのに取り組んでみていただけたらと思います。じゃあそれぞれってどうやって上げるのっていうと、もう一回質問を振り返ってみて、でその質問に当てはまる項目で、あ、これまだ満足値が低いな、じゃあここ高めていこうというふうにヒントを得て、それに関する行動っていうのを取ってみてください。ということで本日の動画以上でございます。また次回お会いしましょう。バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。
それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。